あっしゅ、あっしゅん。こんにちは。こんにちは。みなさん、こんにちは。デレステのフェスが始まってるらしいんですが、まだ誰か見てないんで。おじこん、早かったね。早かったでしょ。急いで帰ってきた。みんなのためにな。まだ見てないから言わないでね。フェスのキャラ言わないでね。まだ見てないんです。楽しみなんです。デレステのフェスのキャラが、まあ多分十中八九。俺帰りさ、ツイッターめっちゃ見そう。予想を裏切るあの人が。めっちゃさ、バコ、ガシャワクだ。こんにちは。それは番組タイトルに書いとけよ。わら。あのツイッターめっちゃ見そうになって、やっべーと思って、ツイッター開いた瞬間プーンって、癖でさ、ツイッター暇だからさ、帰り道とか癖でさ、ツイッターピッて押すじゃん。で、うわ、やべえと思って、プーンって飛ばしてた。上に。それを4回ぐらいやった。帰り道で。こんにちは。ということで、もう早速見ていこうか。せっかくだから。もうネタバレされる前にね。見ましょう。あー、楽しみ。プリコネとデレステと、ミリッサとシャニマスバイン群れを襲う。いや、マジで多分、だって、多分だけど、俺の予想だけど、シャニマスもアルストロメリアが来ると思うんだ。おしまいだよ。プリコネ・ウズキ、デレステはロリ、ミリシタはマモコ、シャニマスは多分アルスト。俺の予想だよね。やばくない？おしまいだよ。俺がやってるソシャゲ全部俺のこと狙い撃ち。いきます。俺のこと大好きかよ。楽しみだな。誰だろう。めっちゃ楽しみ。おじさん殺しに来てる、バコ。完全にな。あ、怖っ怖っ怖っ。誰ソシャゲ離れるとは何だったのか。無理です。あ、ログボ。ログはいいから、チッヒ。ログはなんていらないです。あ、かわいい。ひな祭りだもん。あ、シンデレラフェス4、おめでとう。集中砲火されるよね。あ、邪魔だ、やっぱり邪魔だ。あー、クソかわいい。ちょ、ダメ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 。ツインテールはダメ。ツインテールはダメだよ。あー、になっちゃうんだ。になっちゃうんだ。髪型、あー。あ、サイドテールはダメ。サイドテールはダメ。あー、終わった。終わったわ。わー。終わった。終わったわ。終わった。絶対ダメ、それは。はあ、マジで。金髪ツインテールロリだ。そんなんダメじゃん。散らない桜もきっとあるって。はあ、ちょっと待てよ。衣装クッソ可愛い。え、なにこれ。こんなん絶対当てないとダメじゃん。こんなん絶対当てないとダメだよ。こんなん絶対当てないとダメだ。エレガンスでいい。終わった、マジで終わった。ああ、なんかもう回って、メリーゴーラン回る回る。メリーゴーランじゃん。え、首に馬ついてるし、回ってて超かわいい。なにこれ、やばい。欲しい。二人とも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 欲しいよ、みんな。どうしたらいいんだ俺は。終わった。で、どうせカオルちゃん来るじゃん。カオルちゃん、カオルちゃん来んだよな。おおおおおお、ワコツチャ。あれ？これ聞けばいいじゃん。これあれかい？あ、ギフトだ。やった。ありがとう。飽きてきたんでしたよね。ワコツチャだ。ワコツチャだ、やった。ワコツチャだ。ラッキー。30円ゲット。ありがとう。これで課金するわ。30円で課金させていただきたいと思います。ありがとうございます。あー、終わった。よし、アイマス曲流そう。
終わったわ。どうしよう、本当にどうしよう、これ本当にどうしよう、これどうしたらいいの、これこれどうしたらいいの、俺は断髪の川口になれ、単口になるか、さすがにカオルちゃん控えてる今は、いやーだって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 アイテムはどれだけある、アイテムは21連、いやーでもダメだよな、誰用に貯めてる石なの、え貯めてないけどね、6500って、まおりゃん、わらわら、6500って貯めてないけどね、実際のところ、実際のところ貯めてないけど、まあカオルちゃんのためだよね、いやこれダメでしょ、ちょっとまあ単発は引くか、単発で引けるかもしれない、これ単発でチャマ、無料単発でチャマ、6500で引けるわけない、わら、納税でニナダブル引きで、それでいけるべ、いきます、ブー、最終日までは納税と無料だな、そうだね、かーかー、欲しい、マジでこの絵で一番欲しいかもしれねえ。ふにゅにゅーん。マジでちょっとチャマやばい。チャマやばい。ポピー。チャマやばい。チャマ。ちょっと待って。見して。ラビアンローズ聞きてー、これで。いや、これやば。だって、ロリがしていい格好じゃなくない？胸元のスケスケって、胸元と背中スケスケはだって小学生がしていい格好じゃないぞ、これミクニアンの時に引かなければ、うーん、おい、ふざけんなよ、ツインテールはダメだって、金髪ツインテールはダメだって、やばー、バラの刻印がされていらっしゃる、うわ、バラバラが散りばめられてる至る所に、足とか赤黒金はやばい、装飾の至る所にバラが散りばめられている、なんて妖艶なんだ、胸元と背中見えるなら実質全裸、ほんとだよね、はあ、フルコンとかしよっか、とりあえず単発で全てを手に入れる男の配信はここですか、もう単発引いちった、ちょっと一回コミュ、コミュ営業だけしとくわ、コミュ営業してコミュ開けとこ、いっぱい溜まってっから、コミュ営業が、イベントも来たよ、イベント始まってんの、マジでイベントやるか、じゃあために貯めたコミュ営業をここで解放するときは来たようだな、よし、プロデューサーさん、あ、ほんとだ、ライパー始まってる、出会いは海辺に落ちている、フォーリンシーサイドです、ドゥッドゥドゥドゥッ、飛ばします、あ、戻る、え、戻るっていうのができたんだ、すげえ、ガーゼオンガーゼが始まりますね、わー、かっけー、え、かわいい、とりあえず100連して撤退したわ100連もしたの、え、これライブでやってた、ライブで見た、これこれなんかアリスちゃんかなんか同じようななかったっけ、アリスちゃんかなんかでも、じゃちょっとやるか、他のゲームやる前に、あ、パレードか、そっか、
細部だと巴の方が拳状だった気がする。あ、本当に身長の問題じゃない、それは遠山奈央さんの身長がちっちゃいからじゃない。いやマジか、ちゃま、いやここは俺我慢かな、正直ここ我慢じゃない、マジですげえ引きたい、あやべ、すげえ引きたいんだけど我慢な気がする。我慢は体に良くないよ。まあそうなんだけど、とりあえず最終日まで。まあね、でもフェスって毎回10連しなきゃいけないっていうしきたりがあるんだよね、実は。欲望の解放のさせ方が下手っぴさ。俺はそうとたらにチャレンジして後悔することになった。 SSR 弾けるまでは回しても OK ルール。それってさ、余裕があったらいいんだけどさ、ないんだよね俺、6000ジュールしかないの。コキンは家賃まで。家賃払えなくなっちゃう、そしたら。いやー、チャマーはでも、ダメだよ、ロリ3月ってマジで10連で出せば問題ないな。まあね、10連だけしとく、一旦フェス出し。これ MD 初めて見たけど危なすぎるだろ。うずきで瀕死になりました。ちょっとさ、本当にうずきちゃん、え、うずきちゃん能力どんな感じだったんだろう、プリコネの話だけど。一つずつ消化していこう。あれ、桃子ってまだ、桃子ってまだかな。レッツゴー。3時から、桃子は3時から、桃子は3時、3時か。 TP 配るけどどうなんだろうって言われてる。へえ。チータちゃんと似てる性能を組ませると強い。あ、本当に、まあ、まだあんまり安定し分かんないって感じか、ふわっとしてんのか。まあ、引くけどね、もううずきちゃんに関しては確実に。あーマジできっちいな。で多分3時にシャニマスのガシャも更新するはずなんだ。後半もあるもんね。3時にシャニマスのガシャ更新されるはずだから。タコクランうずきアイコンだらけだぞ。マジで言ってんの、あいつは全員バンするか。とりあえずそんなやつらは、まあ、俺が当てればいいだけの話なんだ。そういえば誰か抜けたね。あ、そう、なんか一人だけ強い人抜けちゃったから、誰かクラン入ってくんねえかな、プリコネ。ネミーマジで。まあ引くけどね。も、うずきちゃんに関しては。も。いや、またマジンラブやんの俺。あ、ガーゼオンガーゼ、そうか、これ別に違うか。めっちゃバージンラブやん。ライブグルーヴだと思ってたから、やってりゃガーゼオンガーゼ聴けると思ってたけど、自分で選ばなきゃいけないのか、ガーゼオンガーゼ。ゆらめべちゃん、ちらめちゃべん。おいとしぷぷぷぷんぷてん。みんなバディファイトってやったことある？俺さ、バディファイト友達がやろうって言ってさ、シンデレラガールズのカードゲームなんだけど、シンデレラガールズ劇場とコラボしてるから始めたんだけど、あの
ニッチすぎるのか分かんないけど、全然カード売ってなくてさ、メルカリとかで。今日おばあちゃんとやってきたの。そう、バディファイトやってきた。メルカリとかで全然売ってなくて、カードショップとかにもなくて、どうしたらいいか迷ってる今。マヨナすぎる。マイナーがすぎて、どこでやっていいか分かんないっていう。困りましたね。どこで買えばいいか分かんないっていう。しかもインターネットのパックとかももう売ってないし。バディファイトバンガードのワードは聞いたことある。バディファイトバンガードのワードはね、別のカードゲームだけどね、同じ会社が出してる別のカードゲーム。めんどくせえマジで。カードゲーム出しすぎ。ブシロードは、ブシロードが出してんだけど、バイスシュバルツとバンガードと外観以外で対戦戦できないんじゃない。いや多分ないと思う。別なのか。別だよ。バディファイトバンガードじゃないよ。なんだっけバンガードのそのなんか名前。え、かわいい後ろの動き。ぴょん、にゃーにゃーわてぴょん。バイスシュバルツ、バイスシュバルツも別のゲームだね。もうほんとカードゲームいろいろあるんだなって感じ。マイナーチェンジが多すぎるね。遊戯王とデュエマだけでいいよね。日本産のカードゲームは遊戯王とデュエマでお腹いっぱいです。遊戯王とデュエマでいいよね。ポケカは、あー一応ポケカもそうか。最近ポケカやってないんだよね。あのルール変わっちゃってさ、俺がカードで思い出したけど、ちょっと前に使ってたカードが、イカ略使ってたカードがポケカ使えなくなっちゃったからやってない。マジック・ザ・ギャザリングな。ブラック・ロータス売ってたらしいね。なんか間違えたとかで、売るもの間違えたとかで、なんか信用、カードゲームといえばシャドバッシュ、わらわら、信用問題がうんちゃらみたいな。いやでも正直もうカードゲーム全デジタル化でいい気がする。なんか Bluetooth とかで携帯で対戦できれば、もうあのさ、カードの整理がめんどくさいんだよね。遊戯王とか、遊戯王をそのままなんかさ全部データ化してくれれば俺それの方がいいんだけど、一時さあのカード欲しいなってなった時にさ、在庫に、在庫ってか自分が持ってる何万枚もあるさ。デュエルリンクスやね。キッズ、ダメです。何万枚もあるさ、カードの束の中からさ、探すのがすげえ大変なんだよ、いちいち。ちょろ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 つって。これはどこだ、どこだ、みたいな。それがね、嫌なんですよ。大変だなって、毎回思う。嫌じゃないけど、その時間も嫌いじゃないけど。あ、ガーゼンガーゼ入ってる。よし。今日は頼らない。それが大変だよねっていつも思ってる。助けてほしい。どうにかしてほしい。まあだから多分ちゃんとしてる人はあいうえお順とかでカード並べてるんだろうけどね。最近乾燥してんな。今日出かけてきたけどさ、やっぱみんな外出てるよね。人多いなって思ったもん、街。なんでこんな人多いのって感じ。みんなコロナビビってないのっていうぐらい人いっぱいいたわ。あ、フルコンできない。
そっとお隣。自分が困らないと実感湧かないだろうな。バコ、ガチャ結果どうなりました？ガチャはね、とりあえずデレステのガシャは単発と納税したけど、無料単発と納税したけどダメでしたね。遠出しなくなっただけで観光地にいる人が地元に発生してる。あー、あんま意味ない。なんだかんだみんなあんまりビビってないよね。なんか結構インターネット上だとかそうだとビビってる人も多そうに見えるけど、街に出ると誰もビビってねえんだなって、ビビってる人の方が少数なんだなっていう感じがするわ。北海道が外出禁止令出してたぞ。ね。でも今週末だけなんでしょ。あんま意味ないけど。まあ誰か近くの人間がかからない限りはあんまり。実感湧かないよね。しかもなんかツイッター若者がかかっても重症化しにくいってのでさらにだろうな。ツイッターで見たけどさ、なんか子供がなんか普通のマイコプラズマ肺炎と診断されましたみたいな、でもコロナウイルスな気がしますみたいなので、なんかずっと言ってたけど結局マイコプラズマ肺炎でいろんな病院行ったけど結局のところマイコプラズマ肺炎なだけだったみたいな。だこのタイミングで別の病気がかかると病院に行く方が危ないっていうね。アホじゃねえの。このタイミングでなんか別の病気発症すると全部コロナに結びつけちゃうっていうのもまためんどくさいよね。悪いと。なんか体調悪いな。これもしかしてコロナか。なんかわからない肺炎だったら可能性あるけど、マイコプラズマ、イカ略。マイコプラズマ。コロナの気がし、マスの根拠ねえだろ。うん、そうなんだよね。タコの血もコロナだったんじゃね。俺の血もコロナな気がするわ。やべえ。なんか俺が働きたくないのももしかしたらコロナウイルスかもしれない。その可能性はある。もしかしたらコロナかもしれません。何年発症してんだよ。それはありえる。ね、だからまだダメだ。危ない。ガチャで結果が出ないのも。あ、それもコロナだわ。欲しいカードが引けないのも。大阪から2週間経ったから大丈夫だったことが分かった。あー。え、もう大阪公演から2週間経ったの？早っ。なんかそう考えるとさ、でも、なんか本当に。なんかやっぱどうなんだろうね、わかんねえけど、もうコロナコロナ言われ始めてさ。歌姫の判決は来週からか。そうだね、コロナコロナ言われてからもう1ヶ月近く経つけどさ、多分まあコロナと潜伏期間3週間あるぞ。あ、本当に診断されましたって言うけど、なんかむしろ少ないんじゃないかなって最近思えてきたんだよね俺だってインフルエンザの人ってもっといっぱいいるじゃん、街中に。インフルエンザかかるやつってめちゃめちゃいっぱいいるじゃん。でコロナ実際少ない説も俺感じてるんだけど、そんなことない？インフルエンザとか絶対多いじゃん。みんな気をつけてるからな。インフルエンザの方が多くない？でもインフルエンザかかったからってさ、インフルエンザ陽性ですって。手洗い用のおかげかめっちゃ減ってるらしい。ニュースでインフルエンザ陽性ですとか言わないじゃん。多分インフルエンザで人が死亡しました、何人死亡しましたみたいな言ってねえから。多分それを去年とかやってたらさ、インフルエンザでの死亡数とか陽性数を。コロナ対策したらインフル対策にもなるし良い環境だな。広がらないためにいろいろしてるんだぞ、ね、広がってからじゃ遅い。行ったらインフルより少ないけど早い致死方がない。ん？はいはい。あ、むずい。
殺人事件より交通事故いちいち報道しないのと同じ。そういうことだよね。かっこよ。あ、こんな感じなんだ。お、なんか船乗ってるぞ。マジでかっこいい。ちょっとさ、あいみに歌い方似てない？あ、それっぽいな。なんだっけ、あれっぽい、この曲。あの、なんだっけ、あれ、ディズイールの曲名忘れちゃった。歌唱力でぶん殴ってくる感じ、いいぞいいぞ。ハーモニクスは思った。ハーモニクスっぽいよね。民謡がちって嫌から歌うまい。ハーモニクス、ハーモニクスっぽい。めっちゃハーモニクスっぽいな。ぽいって言い方失礼かもしんないけど、わかる。めっちゃハーモニクス毛がある。え、めっちゃハーモニクスじゃない？なんかこの辺りとか。良い曲だが、マスプラの譜面は許せねえ。むずいんだ。片方赤片方青のハーモニクス。めっちゃハーモニクスじゃない？なんか、なんか既視感あると思ったらそれか。それが悪いってわけじゃないけど、なんかに似てんなって思ったら、ハーモニクスか。マスプラ譜面クソ譜面なのか、今からやるのに目が前ちゃうな。回復つまないでやってみたら赤ゲージギリまで持ってかれた。マジか、そんなむずいんだ。ちょっと見ようぜ、 MV 見よう。ちょっとチャマのこと忘れるために。あ、俺もうデレスでさ、フェスの期間起動しないっていう。曲自体はそんな似てないとは思うけどね。なんか似てない？なんか何が似てんだろう、わかんないけど、なんか雰囲気、雰囲気がすごい似てる。俺このフェスの期間デレステ起動しなきゃ。もう鳴らし終わった。え、あの単発だけやった。それは無料単発も引かないということに。まあね、やばい、衣装持ってない。サマカに興味ないアニメ全部同じに見える。子孫なもんだな。そう、え、似てないでもこれ。そうでもない？こっちか。限定にしよう。MV 楽しみ。同じ系統の曲全部同じに聞こえるってこと？そういうこと か、 なんか構成似てない？そうでもない？あと歌声がちょっとあいみに似てる気がする、あの人の。あ、これ睦月周平なんだ。フォーリンシーサイド、すげえ。船乗ってる、ディズニーシーやば。君と僕の未来もそれにしてやれよ。え、しかも何、穂がモニターになってる。座礁してて草。草。エブリシングの発音めっちゃいいな。うわー、これサビだけハーモニクスに変えたら気づかなそうじゃない？ガーゼオンガーゼがハーモニクスに変わるマット作ろうぜ。お嬢本当声かっこいいな。気づかないうちにハーモニクスに変わるマット。動画作成はよ。かっけー、バズるか。わお、てか最近デレステの画社更新12時になってるよね。やわけない、鮮度が大事よ。最近デルステの画社更新12時になってない？なんか かっけー。ももかが欲しかったのに、みなちゃんだけ出た。うえー、いいじゃん、十分だろう。イベントも12時になったりなってるよね。
ずらしてきたね。ミリシタ殿。すげえ。かっけえ。コツン。わお。かっけえ。これ大丈夫なのかな。手コツンできんのかな。なんかさ、最近もうさ、見せびらかすようにさ、手を添えたりさ、握手したりするよね。デレステ。座礁じゃなくて波かけ分けてるのかこれ。多分そうだもんね。さすがに座礁してねえだろ。見せびらかすように最近、まあ、あのトラウマなんだろうな。ゆゆゆあのあれがデコボコスピードスターが。拳は固有です。え、拳固有なの？この二人じゃなかったら拳しないってこと？デレステスクショポイント増えたね。増えたね。シアターデイズ。めっちゃ乾燥してるわ喉が。ユッキ、両手でグータッチしないとかいかんでしょ。どういうこと？桃子欲しい。わかる。桃子めっちゃ欲しい。あ、桃子めっちゃ欲しいし、桃子も欲しいし、桃子も欲しい。どうしたらいいんですか先生。どうしたらいいんですか。僕は桃子は1時間後よね。あと1時間か。かなちゃんかな、やぶきかな。やべ、俺の部屋20。桃子も桃のうち。俺の部屋今27度あんだけど。プロコネ島村は欲しい。プリコエン。俺の部屋27度ある今。プリコネ。クソ熱くね俺の部屋クソ熱くない。真夏のバカンスかよ。今の私のすべて見ていてください。ほんと昼間死ぬほど暑いわ。みんなに教えたいがために俺ちゃんと温度計付きの時計置いたから。懐かしい。これえ、家に何もないから買い物行かなきゃなんだけど、今買い物行くとデマ、いか略デマ。早く嘘つ引いて楽になるんだよ。聞きてえ、ももこって5週目初よ。バカ持ち、邪魔引けたか。引けねえよ。かわいすぎるあの邪魔。三つ星歌ってるのに星1にされたホンダの気持ち考えたことあるの。でもなんかホンダ P が自分で三つ星にしてあげる。ちなみに天井分は確保したの。いや、全く。自分で三つ星にしてあげることができるのは最高だよねみたいな話してたよ。いいこと言うやん。自分の力で三つ星にしてあげられるのは最高だよねみたいな言ってた。ホンダ P が。ホンダ P か分かんないけどツイッターで見た。どうせホンダだろって言われてて案の定だった早く三つ星にするんだよ。マジでもう復活チケットで速攻出ちゃまでたぞ。はぁ、ジブリンは次来るんか。ちょろいな。信じらんねえ本当に。プリコネミンの言うこと。プリコネミンはさ、島村はバナーだから配布だよ。気持ち悪いだろうな、どうせそういうやつ。それ言ってたやつ大体気持ち悪いんだろうな。シブリンの方が怖い大体気持ち悪いんだろうな、そういうやつは。 W にちゃ24枚引いて13枚目くらいで、ちゃんと人気中田をガチャにしてて厳しいよね。ホンダ配布なの。ホンダ配布だって。ホンダ配布でしまむガチャ。しまむらはバナーだから。和骨プリコネウズキ引きましたか。まだ引いてないです。しまむらはバナーだから配布だよ。にちゃ油汗をかきながら吹き出物。ニキビから、ニキビから汚いエキスが出つつ似てる。やってたの。言ってんだろうな、どうせそういうやつは。適当なこと言うやつは風雪のルフだよ。それはデマを流したことによって、あれさせようぜ。悪意がありすぎてくさ。デマを流したっていうことで通報しようぜ。通報しようぜ。あと多分ね、村の発音で
よだれが上下に糸引いてそう。あと多分シャニマスもね、多分アルストロ、俺の読みだとアルストロメリアが来ると思うんだよね。誰かシャニマスも多分アルストロメリアの誰かが来ると思うから、それはもう容赦なく引きます。で今日は全、俺がやってるソシャゲのガシャ全、それ外れたら通報していい？いいよ。やばすぎる。絶対当たるから。デマじゃないですこれに関しては。俺のこの統計学として来ます。次はアルストロメリアのガシャが来ます。アルストガチャ一発で引いてみんなでにへにへしような。そうだな、そうするしかない。今年一の山場じゃん。いやマジ今日やばいよ。コロナウイルスもかかるし、ガシャはいっぱい出るし、今日一番きついかもしれない。人生で一番きつい。4年に1回の山場。うるう年だからねやっぱり。そういうことか、うるう年だから全てが噛み合ったのか。今年今日が俺の欲しい子たちが、俺の欲しい子たちが全て噛み合った瞬間。奇跡が起きるってことか。でかー、どうしようマジで。きっつ、全部ジュエル溜まってねえのに。いやでも正直デレのフェスは、いやなんで今やったのに。月末限定の5周目武器でフィニッシュ。川口の男が見たい。マジ月末限定があるから俺はスルーするよ。フェスは正直、フェスはスルーする。頑張る。止めて。お願いだから。お願いだから止めて。俺がフェス引こうとしてたら。俺絶対引こうとするから。デレが一番スルーできるが、他は担当か。そうなんだよね。月末限定誰予想？カオルちゃん。ところで、さ、ミナちゃんのカードに映ってるの匠と誰や？誰が映ってた？限定でアリス来そう。ツインテールモモカが最高だから引こう。わかる。マジあれ最高だよな。絶対止めてな俺が。絶対俺自分では制御しきれないから。ガチャを引かなきゃ笑顔になれないですよ P さん。絶対にさすがにカオルちゃん来たるだろうな。制御できないから。絶対カオルちゃん、もうここでなかったらもうカオルちゃん二度と来ないと思う。ずっと待ってっからカオルちゃんのこと。俺はでもタコさん止めても好きつくじゃん。いやいやいや大丈夫。邪魔欲しい。邪魔欲しいよ。何の限定ガチャだっけ。一応去年はひな祭りだった。あでもひな祭りはフェスでやってるから、もしかしたらひな祭りガシャじゃないかな。バスツアーのガシャもあったよ確か。まあ、正直フェスゲーなんでね、いつかね天井すればいいだけなんで簡単な話なんです。フェスで天井すれば。フェスでひな祭りやってないぞ。でもほぼ3月って毎年ガチャテーマ変わってるような。いやでも去年と一昨年はあれじゃなかったっけ、もうひな祭り2連続じゃなかったっけ、違ったっけ。百花繚乱にふふんキッズガチャとかじゃなかったっけ。あキッズガチャか。まあ結局ロリガチャってことだよ。ナイトガシャからロリコンガシャになったな。ロリコンガシャになっちまったよ。3月は多分ロリコンガシャだから。でも4月もね実はねロリコンガシャなんだよね。あ4月に制服カオルちゃんでもいいよどっちか。でもマジでここでうずく引かないと水され見逃した意味がなくなる。いやマジでそれな。でも昨日あのガシャシミュレーターした時はうずきちゃん600連出なかった。昨日ガシャシミュレーターしたらうずきちゃん600連しないと出なかったけど、未来から来たけどフェス終わったら限定アリス来たよ。まあアリスちゃんはね来そう。わらおつくらくん誰がロリですか。おこ
W シミュレートの予想を超えていけ、超えていくわ。やっぱね、計算で、無料分取ってある、無料分取って、無料分って何の無料分、あ、10連取ってある、取ってある。データでは計り知れない俺のやっぱ可能性、人間の可能性を見せてやりたいわ、奴らに、機械に。データでは計り知れない人間の可能性っていうものをね、叩きつけてやりたい。趣味は所詮偽りじゃけん、ほんとそれよ、甘すぎ。シミュレーションとは人間の可能性っていうの、気合できて、俺たち人間の可能性を、当たり前だ、人間はそこまで愚かじゃないって聞かなきゃ意味がないよ、言ってたから。アンチスパイラルに対して、ネテロ会長、アンチスパイラルに対して、関係ないけど息吹かわいいな、言ってたから。あれが聞かなきゃ意味がない、シモンが、ならばこの宇宙必ず守れよ、人間はそこまで愚かじゃない、ならば欲しいこのガシャ必ず引けよ、当たり前だ、今ドラゴンボールのモノマネしたの、人間はそこまで愚かじゃない、このガシャ回さないと打点力たまらないよ。まあね、川口いいこと教えてあげるよ、邪魔はすぐに出るよ。マジで当てるか、じゃあ10連だけする、ガチャ戻りでも1回回すと着実に前に進む、そうそうそう、シモンってコカドマサト、1回転すればほんの少しでも前に進む、ガシャも1ガチャ回せばほんの少しでも前に進む、300回回せば、あ、3つった、もうくだらねえこと言ってたからフルコンできなかったよ、フルコンしてジュエル、断髪チケットの後無勝利使ったけど10連か20連でまた出たし、うるせえ、300回転9万円のドリルか、そうです、天井さえ貫いていけ、天井をも超える、300まで到達しないとゼロと同じ、天をつくドリル、俺のドリルは天をつくドリルだ、あの日からだ、言葉が今でもって感じかな、天井確定じゃねえか俺のドリルは天をつくドリルだ、ダーン、今度からそうやってガシャ引こう。かっこいいよね、ドリルって地中を掘るものなのにさ、グレンラガンの中だとさ天をつくんだよ、テレステのテスゲンも PU の中に引けないともう狙うのノリレベルだね、イカ略わかる、めっちゃかっこよくない、グレンラガンのテーマって、ドリルって地中を掘るイメージのものなのにさ天をつくんだよ、超かっこよくね、いいよね、上を掘るっていう概念がいいよね、皆さんぜひ、理由どっちも引けなくて天井突破しそうな掛け声、皆さんぜひ見てみてください、キルラキルも見ろ、キルラキルも好きです、でもやっぱグレンラガンの方が好きです、ぜひ皆さん天元突破グレンラガン見てください、本当に面白いです、あれは、あれ神だから、世の中に引けなかった人用に限定スカチケ発売中です、イカ略、あのアニメ本当にみんなで見てほしい、見てない人多分結構もう世代的にいっぱいいると思うんだけど、なおちゃんの限定ブロマイドに、あれは本当にたくさんいろんな人に見てほしい作品なんで、お願いします、ようこで精通した、ぜひ見てください、めっちゃ外で犬が吠えてますということで、プリンセスコネクトいきますか、ババババン、グレンラガンって確か深夜アニメのくせに3クールか4クールやろ、深夜アニメだと思うじゃん、グリッドマンもグレンラガンも途中で止まってる、途中で止まれる意味がわからん、深夜アニメだと思うじゃん、あれ朝7時だから、朝アニメだぞ、土曜朝7時だから、劇場版だけでいいよ、あと2クールです、24話、確か25だったかな、グレンラガンは25話、朝アニメの25話、うわー追加データダウンロードしてる、ちょっと待って、来るぞみんな、土曜の夜11時なんだよな、
来るぞ。来る。温泉会もやったんだぞ。来るぞ。一押し。一押しが来ます。まあそうなんだよ、あの。何？デレミリは正直フェスは最悪弾かなくていいんだけど、プリコネとミディ下に関しては担当なんだよ。担当。だからやばいんだよ。プリコネとミディ下に関しては担当だから、ちょっと、どうにかしなきゃいけない。来た！新たな仲間が登場！うわー、かわいい！欲しい！超かわいい！しかもクオリティ、いや、表情がめっちゃいい。笑顔です。うずきちゃんらしさ満点。いい絵だなこれ。正直さ、やっぱ絵によっちゃさ、和骨お前に救援のか救える、いくつが正解になるだろう。正直あのいろいろデレステでもなんかちょっとあんまりかなっていうさ、プレミアムカットされてんじゃん、絵とかもあるわけよ、ぶっちゃけね。これ見たら引くしかないよ。ただこれはもううずきちゃんの可愛さ 100% 出てるイラストだわ。引かれた。ランドソルハイ、ランドソルハイ、いいね、110L。そしてランドソルハイ、誰だ、シマムーか、シマムーいねえか、誰だと思うみんな、モチベなくなる前にイベントやっとけ。誰だと思うみんな、マコトかな。ママからの旧イラスト輸入のスナイパーライフル好き、シン。マコトだよな。おわ、ガチャで最終日まで粘る予定。マコト。耳たそ。プリコネーに寄せてるせいで普段より可愛くなったり。ねえ。あやね。え、マコトこれ。耳。あ、やばい。お。耳でしょ。マコト頑張れ。うわい。マコト。ありがとうございます。最終日は誰選んでも1位です。え、そうなの？耳でしょ。やったぜ。耳って言ったやつ。おつ。お。やったぜ。うまうま。最終日は1位確定。うまうま。え、1位確定なの？マジで？何これ、馬娘。そうです。うまうま。ああ。あれ？ちょっと見るか。イベント期間長えな。本当だ。え、20日間もやんのこれ。超長くない？イベント。コメ見ようぜ。え？今日みんな1位だったでしょ。え？落下。何？は？シマムが動いてるの久しぶりに見た。すげえ。そういえば配布総数調査してた人いたけどどうだったろう。 W。 すげえかわいい。はあ。これがアニレレですか。うおう、わうまそう。お、俺も食いて。あ、かわいい。リンちゃんのあー、これあれじゃん、おいしいですよね、カブトムシの角度じゃん。魚眼、やっぱりやっぱセンターは魚眼カメラで美味しいですよね、カブトムシ。え、魚メルゾキリスペクト。ね。食べ歩きアニメするとアニレレより面白くなりそう。ね。力の入れ方が違う。わら。カブトムシやめろ。そうだ。それよりさ、見てこれ二人とも。ほい。アイドルライブ開催？え、こんな、何でしょう、こんなしっかりしてんの？コラボ。お腹、え、行ってみない？やば、アイドル、ね、かわいい、もぐもぐしてる。興味ないかな、だって私たちアニメ投げな。これには普段スキップしてる川口もガンミ。え、島村冒険者なの？川口もしかしてプリコネのコミュニカも初めて。初めて。グレートジャーニーも聞きてえな。おいおいおい、どういうことだよ。スターライドブ、え、ちょっとあんなに緑だっけ、本気すぎじゃない？コミで、あ、キャストアスペルオン。川口と美食店の3人はギルド管理協会からの依頼で魔物討伐に出かけていた。ダブリュー、こちらから聞き慣れぬ魔物の声が。本当に俺じゃないそれ、多分俺のいびきとかじゃない。うん、教会からの依頼にあった新種の。よし帰るか。どんな味か。おー、ニュージェネレーションズがいい。俺美食店じゃなくて、もう俺美食店についていい。あ、違う、間違えた。ニュージェネレーションズについていいか俺。ペコリーヌ、言っとくけど私は食べないからね。やっぱニュージェネレーションズのさ強さがあった後にさ、やっぱ美食店見るとちょっとあれだよね、いいよ、インパクトに欠けるよね。
やばいですね。怒られそう。美食伝 P に怒られそう。ニュージェネがいい。ニュージェネが八文感ある。どうかお声を低く、魔物らしきものの。お声、こんにちは。声を低くしました。よろしくお願いします。声を低くしま、どうですかコッコロちゃん。普段の俺とは考えもつかないほどの声の低さでしょう。見つけた、にちゃん。あれ、ピニャコラタじゃん。お前もいるんかい。モコモコなのピニャコラタって。枝豆っていう概念があるのこの世界に。確かに初めて見る魔物ね。へえ。多くの変種か。それとも巨大化したマリモが歩き出したのか。多分巨大化したマリモが歩き出したんじゃないかな。あれ急に喋んなくなったんだけど。腹話術。ちなみに今回のメムピは地下だから結構うまじ。あ、マジでめちゃめちゃうまじ。広いピニャもいるかな。します。DJ ピニャもいるかな。私たちに強化を。オッケー。すりつぶしてお餅にしちゃいましょう。怖。行きますよ。ペコリーヌ結構狂気的だな。ユースティアナ・フォン・アストライア。待って、あ、じゃ待って、みんな。どうしたんですか。くん呼びなんだ、かわいいペコリーヌ。中身のうずきごとすりつぶされてしまう。みちゃ、みちゃ。あるじ様、どうかなさったのですか。なさりました。その魔物怖がってる、にちゃ。かわいい。いつからピニャの声優がハッシーになったんだ。そのようですね。怯えるばかりで反撃の意思もないもようです。なるほどね。無害な魔物って言いたいわけ。無害。ピニャって何モチーフなんだろう。油断したところにいきなりグサーとか攻撃してくるかもしんない。まあその可能性はあるわけだよね。ガチャピン。ニャピピー。ニャピピー。うわ、今回のスペシャルぬるいな。そんなことしないって。名前がピニャコラーダなのは確か。ピニャコラーダって何。なんとなく任して。俺アイドルマスターシンデレラガールズ歴もう3年だから。お持ちだったのですね。はい、本当にピニャコラーダの言ってることわかるよ。あなたがこの子を見逃してあげたいならいいですよ。優しい。私としては味見してみたい気持ちはありますが。いいんじゃない、ケツぐらい切ってもバレないでしょ。私はもちろん主様に従います。デレマス勢がこぞってリセマラしてる。へえ。その場合は当然ではありますが、依頼は失敗となってしまいますね。このなんとかジャーニーはさ、あっちが来ないのかな。デレステ側に来るよね。キャルちゃんもそれでいい。キャルちゃん呼びなんだ俺。はいはい、分かったわよ。こいつのブサイクズラと。これを機にプリコメ沼に入れよう。入れよう。やってるのもバカらしくなってきちゃったしね。なるほどね。キャルちゃん優しい。かわいい。ギュッ。デレステにプリコメキャラ出てほしいな。あ、それより聞きなさい、そこの緑のブサイクママの。おい、ほのかちゃんが怒るぞそんなこと言うと。あんた今日は見逃してあげるけど、もし人に迷惑かけるようなことしたら今度こそ串焼きにして。この食欲。キャルちゃん、あの緑のねスーツ着た人がね、この世の人間たくさんに迷惑かけてるから、あの人串焼きにしてもいいと思う。緑色の人大体串焼きにしてもいいと思う。ガシャ画面に出てくる緑色の人大体串焼きにしていいと思う。迷惑かけてっから人に。では町に戻りましょうか。優しい主様。はい。魔物さんを食べそびれてしまったので、私もお腹ペコペコですよ。お腹ペコペコペコリーヌってことかい。定食屋さん。ミリのカメラマンも。ミリのカメラマンもな。ちょっとこあいつら全員串焼きにして食ってやろうぜ。誰も履歴書持ってこなくなるぞ。ポッポッポ。ピニャ。ピニャ。そして翌日、
美食殿の一同は掲示板で新たな依頼を探していた。どう？コロスケ、そっちなんかいい依頼はあった？すげえ眠くなってきた。後でピニャがレイガボスになったら笑う。探してください。探して。これで次の歌姫庭園で出す本に美食シンガリ出す大義名分ができたな。そうだね。なんだ、夕方とか言ってたけどもうやってたのか。急いで帰ってきた。畑を荒らすゴブリンを退治して。それいいじゃん。瓦礫撤去手伝い募集中。ゴブリン退治しようぜ。なんかどれもパッとしないよね。選べる側の人間なのこいつらって。そういうの余裕あんの？そういう皆様のお役に立つことであれば。いい子コッコロちゃん、本当に回してない。ったく、このいい子ちゃんが、いい子ちゃんが、いい子ちゃんが王女やぞ。貧しいみたいじゃないの。平和になったんだろうな。まあまあ、ケルちゃんが優しい心の持ち主ってことは私たちはよく知ってます。俺もよく知ってるよ。あと正月限定が死ぬほど強いこともよく知ってる。ケルちゃん、あそこの張り紙なんかどうですか。あ、そっか。でも今日の夕方あと10連分ぐらいの石もらえんのか、クラバトの報酬で。ああ、どれどれ、キャルちゃん可愛いな。私たちをハレギペコアイドルにしてください。そうよ。そうだ、じゃあいいじゃん。書いてありますが。はあ？何それ？意味わかんないし。意味わかんない。ギルドの掲示板に貼る依頼かこれ。なんか喋り方変じゃない？そんな喋り方だったっけ？アイドルって歌ったり踊ったりするあれですよね。俺もアイドルになりて。そりゃ。何それ、意味わかんない。意味わかんない。でも無理ね。依頼として引き受けるの。何を知ってるんだよ。もう全て知ってるよ。ピニャピニャ。普通に魔物が来てんの？大丈夫なの？街中に魔物が来てて。もしかしてついてきちゃったんですか？あ、ピニャー。掲示板から紙を剥がしちゃう。人に迷惑かけるなって言っただろうが。あの手の掲示板、殺すか。どのように紙を掴んだのでしょう。意外と器用なのでしょうか。かわいいコッコロちゃん、着眼点がかわいい。ピニャーピニャー、ありがとう。何受け取ってんのよ。それさっきのアイドルにしてくださいってふざけた依頼の紙。まあ、してやろうぜ、俺たちが。もしかして私たちにこの依頼を進めてくれているつもりなんでしょうか。そうです。ピニャピニャじゃないわよ。戻してきなさい、早く。リッカ様のピニャコラタが聞けた。その依頼を受けるつもりって誤解よ。あああ、かわいい。この声はさては。ひゃお、しかしなんかいな。ああ、やったー、運命の出会い。運命の出会い。もしかして、かわいい。引き受けます。ゲゲゲゲ、いいじゃん、こんな美少女の3人が来てくれるんだから。こんにちは。笑顔です。はじめましてじゃないんだけどね。ニュージェネレーションズがギルドになっちまった。ああ、開口ってやっちまったか。おいっす、おいっす。あ、はじめまして。コロコロ転がるコッコロです。私はコッコロ、そしてこちらは主様です。かわ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 、好きなものは、好きな鶏肉は皮、川口です。はじめまして。うずきです。かわいい。かわいい。島村うずきじゃないんだ。うずきなの。コロコロ転がる三角形。コロコロコロがる。シブリン、露出多いね。合コンでやったら滑りそう。好きな焼き鳥は鶏の皮、川口です。好きな豚肉も教えて。好きな豚肉は、
なんかあんま豚肉好きじゃない川口です。アイドルにしてください。うん、まあ悪くないかな。それちょっと面白い。面白いでしょ。かわいい。すげえ、ここマイクになってんじゃん。長くね。コミュ、コミュってこんな長いっけ。あ、終わったわ。うえー、幸せ。なんだこいつ。これ美食殿の連中ちゃん妙にあだ名つけられるやつか。あ、いいねそれね。お、地下のメモリー。はい。皆さんが護衛を引き受けてくれてとても嬉しいです。いや任して。絶対アイドルになってみせますね。いや、なれるよ。あ、見てピースしてる、かわいい。得意なモノマネはロンするアムロの川口です。得意なモノマネは。なんでこれ地下なの。わかんねえ。適当に頑張るの。適当に頑張るの。得意なモノマネは、プリンセスコネクトリダイブに出てくるみやこちゃん、川口です。進めなの。進めなの。おはよう。声同じだから。あ、そういうことか。え、そしたら別に初音でもよくない。地下橋ぶりに変わり。初音でもいいじゃん。まあ、地下だとありがたいけど。一緒に頑張ろう。ソーリーに絡むんじゃない。絡むのかな。シマムーは出てるでしょ。あ、そっか、シマムーは出てるから。地下アイドルだからちょうどいいんじゃない。あ、そういうことか。オート切った方が早いよ。へえ。収録楽だからという理由でイベパートに近くる説。なるほどね。それはありそう。ポコ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 。いやー幸せですね。アニメ見れた。アニメやばくない。アニメ見れんの。クソデミーや。進めなの。ポコ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 。クオリティ高くていいわね。プリコネ見直したわ。やるじゃんプリコネ。今回ボス物理が効くのか。魔法で言うの分かりにくい。やるじゃんプリコネ。最高です。ありがとうございます。ドレスピン高いまである。そういやプリコネとのコラボ曲いつデレステに来るんだろうね。あれ欲しいよね。ベンベゲベンベン。眠いな。寝ようかな。めっちゃ眠くなってきた。多分チシブリン来たら初音とかよりとかと一緒に冒険するんじゃ。いかやく。ああ、ガチャ引いてから寝ろ。眠。当てるか、とりあえず。とりあえず当てるか。もうガシャラッシュだよ、ガシャラッシュ。無料10連で当てられるのか。まあね、そうなんだよね、結局ね。お、ちょっと友達から電話来た。うずきももかもも、こうサクサク当てて寝ようぜ。タイムライン見てるけど、単発でシマムー引いてるの多くてイラッとした。全員うずき引けてるぞ。配信中はスマホ切れ。うずき引けました報告。どうもこんにちは。違う。なにこれ。なにこれ。え、うずき。はい。大丈夫。あ、俺うずきじゃねえ。野営続きで疲れてない。え、なに夜の営業。エッチじゃない。なんか大丈夫うずきちゃん。はい大丈夫です。みんなと一緒に旅を。なんかうずきちゃん壊れたおもちゃみたいな動きじゃない。パコ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 
なんか、うずきちゃん壊れたおもちゃみたいな動きしない、大丈夫？怖いよ、ちょっと動き。うずき川口。うずきちゃん、ちょっと動き怖いよ、大丈夫？そっか。今回のイベント BGM って、シンデレラとプリコネの BGM 掛け合わ。イカ略。あ、そうなの？首振り人形。もしかして、ポンコツ可愛い。リンちゃんは楽しくない？なんでうずきちゃんこんなカクカクしてんの？ガクガクしてる。なんでうずきちゃんそんなガクガクしてんの？またメンタル壊れたか。リンちゃん全然ガクガクしてないのに。そんなことないよ。なんでうずきちゃんだけあんなガクガクしてんの？すごく楽しい。なんでそんな安心してください。ガクガクしてんの？リンちゃんが楽しいなら私も楽しいですから。心配してたつもりなのに私が励まされちゃった。うずきはやっぱりすごいな。何このうずりん、やばー、とうとエモ好き。ここでリンウズをうずりんをテテアイドルライブ吸収できるのはすごいね。受け取ることができる報酬があるようです。これを確認してみてください。ここのタイミングでうずりんをこう摂取できるのはいいですね。めっちゃ力が溢れ出て。ガシャはまだ引かんの？はあ、こいつ100連でダメでした。コラボが見れる上に石まで買える。本田美穂がいつの間にかうちのクランに。私には何もない。14,444って不吉すぎわら。うずき来てくれないじゃん。はあ、こいつらみんな、はあ、こいつら、なんでミオがいるねん。あんだこいつら、ちょっと盛り上がりすぎ悪た。あんだこいつら、殺すか。こいつら殺すか、マジで。はあ、島ムーだらけ。こいつら殺すか、とりあえず。へ、ウェイさん抜けたのか。抜けちゃった。何、1点10連で当てりゃいいじゃん。切れるのは引いた後にするの。そうか、危ない。どうしよう、このまま私だけうずき引けなかったら怖いよ。怖いよ。無料10連します。へえ、いえ、さんの名前ちゃんと呼べなかったから。サフランライスも竹内になってるのくさ。竹内になってた、超かわいい。納税で引ければ生きれるぞ。納税します。おーおーおー。いや、まず無料10連かな。いきます。いけー。いや、まず納税だな。うずき、うずきパン。でもさ、あの島、あのハッシーが、あのうずき、ハッシーがうずきってあれしてたよ。キラ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 。ツイートしてた。ハッシーが、ハッシーがツイートしてた。無料10連ラストだぞ、気合い入れて。よし。え、無料10連今日ラスト？ラストか。いきます。ノーマル一回引くか。誕生日が淡白になっていってた、あのハッシーが。あのハッシーが。今日で終わり。マジか。引くか、じゃあ。引くぞ。引くぞ。プリコネ公式でハッシーのコメント聞けるぞ。マジで？来い！マウスに万力の力を込めろ。俺のトリルは天の使い！ぴょっ、おおおお。トリルだ！生ハムメロン詰める。キラ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 。はい。いかやく。はい。まあ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 。うわおお。5枚来たから実質。ああ、実質虹1枚。解散。こっからよ。まあまあ。こっから。あ。こっから。はい。天をつく、天井。行きます。はい。まあまあまあ。行きます。まあ無料じゃね。うずきを育てる先行投資。行きます。こっからよ。ん？まだかすり傷。うわっ！つぅっ！キラキラキラ。指に生ハムメロンを詰め込んで。おお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 。生ハム！メロン！キラ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 。まだ油断してないのかもしれない。キラ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 。キラ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 。生ハムメロン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 。金お、はい、金お、キラキアールキラケリアキアールカイラ。
キラキラキラ。まあ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 、はい、十分十分。金多くね。十分。はい。金ピカだ。いける。はい。金率高い。いけます。金ピカ。流れは来てる。流れ来てるか。完全に来てる。ウォーミングアップはここまでだ。タコさん棒読み切った方がいいと思う。棒読み切るわ。まだ参る。よ。ほい。いくぜじゃあみんな。あっ。うん、来てくれシマム生ハムブロン、おめでとうございます。キラ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 。まあ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 、葵が4人いるってことはいいよ。え、おっぱい揺れてない？待って、みんな見た？しまむおっぱい揺れてんだけど大丈夫？これ見た？みんな今指の時ほらねえ、大変だよこんなのは。こんなのは大変。いきます。来てくれしまむ、フラ移動。地球キラ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 出るってことで、これ出るときは出るってこと、出るときは出るってことだから。いきます、まだいけます。あとなんだっけ、生ハムメロンとフライドチキンとチョコレートか。くそ、チョコレイドーハーン、チュル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 、おめでとうございます。にじ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 、ポー、やっぱシマムーの好物じゃなきゃダメだな。やっぱりシマムーの好物じゃなきゃダメだわ。シマムーの好物だわ、やっぱり生ハムメロンじゃなきゃ引けないわ。行くか、やっぱ本田とシブリン詰め込む。そうする、シブリンとホンダで3人合わせてニュージェネレーションズ、あなたの笑顔です。私はあなたの笑顔です。採用理由は何かと聞かれましたが、今でもあなたの笑顔だと思っております。あなたの笑顔です。うん、キラ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 、笑顔、笑顔、あなたの笑顔。なるほど、いいじゃねえか、なかなかやるじゃねえか。まあ、そう甘い女じゃねえっていうことは分かっていたさ。大丈夫、いける、俺なら弾ける。どうもこんばんは、いけません。うずき何パーセント見ましょうか。うずきはです、提供割合、0.7% です。よろしくお願いします。いきます。生ハムメロン、おめでとうございます。キラ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 、ニシ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 、やるじゃん。ふーん、あんたも7って言うんだ、やるじゃん。まだある、
まだある、いける。虹が出たら確定だから、もう大丈夫よ。出ないってことは虹出たら確定。いきます。俺のガシャは点を作るガシャだ。うん、キラ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 、ほう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 、ほう、ほう、いけー、100枚100枚いいぞ。5枚目にいるぞ、レイ、ヨリ、ヒヨリ、シノブ。お、大坪ゆかちゃんってことはシンデレラガールズ声優だから大丈夫。いきます。シンデレラガールズ声優だからいける。うん、はるちゃん、はるちゃんでした。ありがとうございました。やばい、やばい、やばいよ、おしまいだよ。まだいける、まだいける、大丈夫。いきます。生ハムメロン、うん、おめでとうございます。うん、はっ、いやーか、やるじゃん。ふん、やべ、もう無償ジュエルがなくなった。無償ジュエルが尽きてしまった。どうしよう。力が溢れ出て、どうしよう。超全力全開。どうしたらいいんだ。私は守られるだけの王女様じゃありませんよ。俺は、あれどうしたらいいんだ。国とあなたのために。あ、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 待って、見て見て、ジュエルが入ってた、ポケットに。ラッキー、ポケットにジュエル入ってんじゃねえかよ。ラッキー、報酬がもらえますよ。頑張ります。いきます。もういいでしょ、引くわ。これ20連するか俺。優勝ジュエルを、あ、待って、今日の分、あ、もう、もう終わりか。あ、イベント行くか、一旦イベント行くか。ベリハ、あ、ベリハ、そっか、新しいステージ出た、出てる、行こうじゃん。ギヒヒヒヒ、ナイスナイス、いいよ、全然いいよ、あるある、全然ある。ダンジョンも新しいの来てる。へえ、むずいんだ。大丈夫大丈夫、いけるいける。喉痛く、喉痛くなっちゃった、叫びすぎた、叫びすぎて喉痛い。マルチターゲットなんだ、へえ。そうそう、シャニガシャ来ちゃう、やばい。じゃ一回シャニガシャで落ち着くか。あと実はね、優勝ジュエル1500円分、1500、あ、違う、優勝ジュエル1500ジュエルが iPad の方にも入ってます。なんでまだ引けます、大丈夫。優勝ジュエル1500ジュエルが iPad の方に隠されてるんで、まだ引けます、大丈夫、安心してください皆さん。まだ全然引けます。まあ、ミリオンのモモコは確定だから、とりあえず先シャニ見てからかな。あと1時間すればクラブの2500、よし、一回落ち着こう。150年して何も出たかったらデスで戻る、わかる。俺最悪引退するから、みんなごめん、本当に。俺ウズキちゃん引けなかったら、あのプリコで引退するわ。アカウントあげるわ誰かに。うずきちゃん引けなかった時点で俺プリコで引退するから、よろしくな。次回からは、あの、次回からはもう最強の部屋は解散なんで、よろしくお願いします。
意地でも引かなきゃいけない。課金はできねえけど。やったね、おめでとう。ふう疲れた。旅の準備を整えてより充実した冒険を。プリコイなくなったらまあいいよ、その時その時。シムマル引きなくてプリコイ引いて、モモコ引きなくてミリシャ引退、それはある。やってやろうじゃない。はあ、引けねえなマジで。うわ、シマム引けねえか。90連で21か、きびいな。90連で21きびいな。そうだから別にね、あのね、そろそろ詰めて人口増やせってコメントがあるけど、あのニコニコでいくら増えてもね、 YouTube 来ねえんでいいんですよ。シブリンはいいや、別にいいやってわけではないけど、別にシブリンは焦らなくてもいいかな。プリコネは今フェスじゃないです。声を戻してくれ、嫌です。俺が読み上げます。ガシャいっぱい引くんで。シマムは復興しなしまで荒れるから、お客様コラボなんだからおとなしく向上しときよっていうね。本当にそれ、シマム復刻なしはやだな。だから絶対引かなきゃいけない、マジで。シマムに関しては強、弱くても関係ない、使う、絶対使う。シマムは俺絶対シマムは使う。シマム引きに行った方がいい、別に引かなくていいんじゃない。だそんな強くないとらしいよ。ただ俺はシマムが欲しいから引く。プリコンスにゼレマス勢結構やってるから、そいつら向けに絞り取るためのコラボ。なるほどね。今までお金を落とさなかったプリコネ勢、あ、デレマス勢にプリコネにお金を落としてもらうためにやってると、そういったところでございましょうか。これで後から来るリンちゃんが人権性の引き下げしてきたら笑う。まあまあまあ、その時はその時だろ。しゃーなし。ペレペペペペレペン。ポロポンポンポロポンポンポロポンポン。デレミリアス年間最低6万くらい落としてるから、プリコナ限定乱発インフレ過激で入れる気にならん。それはまあわかる。その気持ちはわからんでもない。でもデレミリも結局変わんないよな。俺今全方位攻撃されてるから、四面楚歌、四面楚歌とかそういうレベルではない。もうおかしい、行かれてる。今回のデレミリは本当の時金入れればいい。プリコネは人権来る前に天井まで回さないと無理。あ、15時にミリタガシャ更新、多分シャニマスもガシャ更新なんだよね。シャニはまだ誰か分かんない。まあ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 、どっかで記事になってたけど、ガシャで、稼ぐ時代終わる。そうなの、ガシャなんか規制でも入んの。まあデレステに課金する人ってあれじゃない、あの正直デレステだってさ、担当一人に絞ってれば無料で天井まで行けるし、あのデレステに毎回課金とかする人は多分あの相当俺みたいに意志が弱いか、スコアタしてる人だけ。限定コンプしてない川口でもクランない3位。まあね、まあ俺のところのクランのレベルがどんなもんか分かんないけど、ガシャは無償でやってライブやグッズのお金を持つ。なるほどね。8割ぐらいは無課金。へえ。デレスは衣装が良かったら担当じゃなくても回したくなる欲望を抑えるよ。それな、ほんとそれ、それが一番嫌だ。わ、めっちゃ殴られてる、かわいそう。それが一番嫌です、デレステに関しては。だって超可愛いんだもん、あのチャマとか。やばい、あと1分だ、ちょっと早くして、シャニマス起動しとくか。
毎月普通に億単位の金動いてるし、まだまだそうなんだ。来るぞシャニマス、3時だぞ、3時になって来るぞ。誰が来るんだ今回は。マジ頼むぞ、誰が来るんだ、頼む。アマナ限定、まあそれは全然回すよ。俺はアルストロメディアが来ると読んでるんだけど、来た3時。俺は全然アルストロメディアが来ると読んでる。来た新アイドル登場、頼む。はっ、誰、アマナ天下知ってた、あーもうダメだ、もうダメだ、もうダメだ、超かわいい超かわいい、あ手つないでの、なんて言ったの今、お散歩さんライト、え誰、え俺と手つないじゃないこれ、はあ、俺と手つないでんじゃん、はあ、ふざけんなよ、もう四面楚歌だ終わった終わった、四面楚歌どころの最後じゃない、八面楚歌ぐらいだよ今、はあクソかわいい、なにこれ、もうダメだ、どっちも引かないと終わりだ。俺が好きなのこの子、そう、アマナちゃん、あ終わった、期間限定だ、あやべ、ほんと終わった、あクソ終わったわやべマジ終わった。シャニー君は人数絞ってシナリオが強化された結果ガチャスパン鬼畜回しという地獄を生み出したな、マジでやばい。で今ミリオンではあれが来てんでしょ、ドワッチャラブ、何それ超可愛くない、はあ、なんだよこれ可愛い、もうダメだ終わった、俺もうやめようかな全部、死ぬ、死のうかな俺、俺死のうかな、どうみんな、えでは自己 PR をお願いします、はーい、何、あイベントか、デレミリアなんやかんやための時間あるもん、チャニア時間足らない足らない、翼プロダクションから振り子の音は後ろに流れてる、大崎天菜17歳です、あーかわいい、ファッションが大好きで、俺も天菜ちゃんのこと大好き、いつもチェックしてます、なるほど、俺のツイスター、俺のツイッターフォローしてる、いろんなお仕事に挑戦したいと思っているので、うるせえなプリコネ、黙らせるか、カバーガールのグランプリに決まったら、恩師の魅力をもっとたくさんの人に届けられるように、え、アルスト過去編、さらにいろんなことに挑戦していきたいと思います、もう結成してたもんねアルストロメリアって、アマナちゃん合格、え合格、えもう合格なのかわいい、うん、完璧、完璧って言ったね今ね完全に、嘘だ、もっと厳しくお願いしたいの、かわいい、え近っ、だって当日はウォーキングとかもあるし、着ていくものとか髪型とかも考えなきゃだし、ほう、それに圧迫面接とかだったらめっちゃきつく言われちゃうかもなんだもん、かわよ、出荷者回そう、圧迫面接、そっかじゃあ空っぽですね、何も感じません、かわいい、ちゆき、さん、なんだこいつら超かわいい、反対ごっこよ天下ちゃん、反対ごっこ、反対だと思えば嫌なことだって、あ挨拶のキレがいまいちです、かわいい、はい、それに言い間違えましたよね、そう、ごまかせないですよ、メンタルが削れちゃう、かわいすぎるだろ、なんだよこれ、何してんのこいつら、クソかわ、すみません、もう一度反対ごっこしたらタコさんのこと大好きになった、そのままでいて、じゃあ反対ごっこのままでいてくれれば嬉しい、俺は今度は 200% でお答えします、チャーラー、関係ねえか、合格、早っ、反対ごっこ、お、なるほど、反対ごっこで合格は、うん、今のは本当ごっこです、本当ごっこ、俺もしてえな、この二人と、アマナを甘やかしすぎ、アマナだけにねでも
準備したいのはわかるな。わかる。アマナちゃん、せっかく子供たち高校生で、高校生と20歳、20歳、21歳だっけ。シード枠でオーディション受けられる。ふー。その雑誌のスタイルとか読者層もリサーチしてちゃんと対策しなきゃね。そうだね。そっか。ノーマスリアム限定なんだ。へえ。そうそう。いろんなことが起きてんな。俺よかったモバマスやってなくて、俺リアムちゃんも多分ほんと8面速ぐらいになってたわ、モバマスやってたら。アプリコットみたいな名前で。ほう。え？え？あれ新しいんじゃなくて復刊だったかも。あれもしかして千雪過去にそのモデルになりたかったみたいな夢があったとかなかったとか。千雪さん、やばい、千雪の闇に入り込むかもしれん。うん、昔そういう名前のファッション雑誌があったから。ほう。千雪さん知ってるの？もしかして千雪のなんか闇に介入するのかもしれない。それのことかはわからないんだけど。うん。アマナちゃん、プロデューサーさんからもアドバイスもらって頑張ろうね。なんだい？うん。どうした千雪、何があった？千雪さんも天下ちゃんもありがとう。川口さんも。アマナのことなのにこんなに手伝ってくれて。うん、どういたまして。まあ、アマナちゃんのことだからだよ。アルストロメリア。4人でな、千雪、間違えんなよ。4人で。うん。目指せグランプリ。タコさんもな。そっか。うん。アマナ、みんなで出ると思って頑張るね。なるほど。なんていい子たちなんだ。それじゃあまた明日。また明日ね。またね。はい。うん。うん。俺ジュエルいくつあったっけ？え、千雪どうした？千雪どうした？何があった千雪？プロデューサーさん。はい。2番に外線入ってます。誰から？アプリコット？出た。のグランプリオーディション事務局さんからです。牛丼食うか千雪。はい、ありがとうございます。もしもし、お電話変わりました。はいはい、はは、今回は大崎の件本当に嬉しく思ってます。こんなオーディションのシードで出していただけるなんて、頑張ってきた甲斐がありますよ。はい、うちも全力で挑みますので、どうぞよろしくお願いし。いや、そんな、え、うん、そんな話聞いてないでしょ。それじゃできれー。いや、待ってください。あの、またシャニマスの世界八百長多くない？あのストレイライトが出たなんかオーディションもさ、八百長じゃなかったっけ？ストレイライトが出たオーディションも八百長じゃなかった？3人でアルストロメリア。うわ、なんか怪しいな。3人でって怪しいな。ここでプロデューサーが3人でって言うの、もしかして1人だけなんかねえ、あ、揉めか、これ揉めか。アプリコット、え、どうした中期、マジで闇落ち。え、これ中期んち、特定させられるぞ。絶対千雪曇るじゃん。ダメだよ。私、アマナちゃんと天下ちゃんのことライバルだって思ってるから。おい、早春の翼プロに舞い込んだとある仕事がアルストロメリア一同の心を揺らす。アイドルとして前に進みたい。しかし互いの優しさがもつれ合い、彼女たちは立ち止まってしまう。頑張れアルストロメリア。いい時も悪い時も超えて新しい季節はやってくる。どういうことだよ。おい、どういうことだよ。アルストロメリアがダメだって。家族なんだから、アルストロメリアは。あ、3万5000ジュールしかない。3万5000ジュールで当たるかな。
当たる当たる。もうダメだ。もうダメだ、終わった。アマナもお休みしたいって思ってた。くそなんだよこれ。ちょっと待ってな。一回ミリオンも見に行こうか。一回ミリオンも見に行こうか。ちょマジ全方位爆撃なんだけど。なんでこんな全方位爆撃なの今日。ちょマジやばない、全方位爆撃がおかしくない。どこでも落ち着けないんだけど。マジ今日やばいな、一番今までで一番やばいかもしれない。今までで一番やばいぞマジで。かわいい。うー、嫌な音、この音聞きたくない。うああああ、ダメだ、それ以上映さないでくれ、やめろ。あーあーあああああああ、このノリコちゃん超可愛くない？はあ、ああダメだこのノリコちゃん超可愛い。両方限定。なんだこれ超かわいい。はあ、もうダメだ、終わった、俺は終わった、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 終わった。あ、かわいいのりこ、終わった、もうダメだ、俺ほんと死のうかな。今から窓から飛び降りていい、みんな。窓から飛び降りねえ。一旦。窓から飛び降りてみるっていうのどうですか？終わったわ。終わった。終わったわ。いいよね。ちょ、単発引こうか。無料単発。いきます。これで2つ。いくぞ。右上にパッキン来るから。いくよ。見てけ。右上に。パキンタン！くそ。くそ。もう俺今日死ぬかもしれない、マジで。今日死ぬかもしれない。ああ。ああ。なんでこの間ガシャ使っちゃったんだろう、チケット。めぐみの SR のために。いきます。右側に確定する、パーン。マジ全方位爆撃。え、こんな全方位爆撃されることある？マジで。俺こんな今までで一番全方位爆撃、ハロウィンも全方位爆撃だった。めぐみ来てねえんだよ、ハロウィンの時より。やばい、マジで。ハロウィン以上。ハロウィン以上だよ。待って、俺ほんと立ち直れないかもしれない、全部弾けなかったら。え、どうしよう、俺ほんとに死んじゃうかもしれない。立ち直れないかも、弾けなかったら、どれも。今んとこ、うずき弾けてない。全方位爆死。やばいな、デレが限定で追い打ち。本当にな、本当に。
デレデカオルちゃん、これデレデカオルちゃん来たら俺本当に多分ね、もう爆撃とかのレベルじゃないよ。本当に全方位核爆なんだよ。全部のゲームで担当が来るってことある？やってるソシャゲ全部で担当来ることある？全方位核爆弾で。クラブと補助来た。課金分、課金なんかないよ。あ、ほんとだ。すげえ、1998、2000切った。おめでとう。2000位切れました。おめでとう。目標の2000位。やったー。よーし。これの報酬はまだか。夕方か。あ、もうもらってる。よし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 。よし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 。2500ジュエル。いいね。あ、すごい、まだあと30連ぐらいできる。よし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 。いいよ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 。まだ戦える、全然いける。ちょっと一個ずつ消化していきたいな。ちょっと一個ずつ消化していくか。ちょっと押し食いてくる、押し食いてくるわ。ごめんみんな、押し食いてくる。あ、そうだ、イベントやろう。押し食いてくるわ。一回集中させるわ。みんなデレステは正直今はなんとか我慢できる。それがやばい、それが絶対我慢できないから、ちょっとおしっこしてくるわ。まず我慢するもの一つ一つ減らしていく。まずはおしっこ行ってきます。よし、オッケー。よし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 、いけるいける。おしっこ、まず一つ我慢を。え、リアムちゃん、リアムちゃん気になるな。一つ倒した、一つ倒してきた。我慢を、リアムちゃん見たいな。画像あるかな、ツイッター見に行こう。一回落ち着こう。オバマスのリアム、どれだろう。トイレ以外に何倒した？まだまだ。まずトイレ。一つ一つ倒していく。何このリアムちゃん。かわいい。ぶち上がれ感情。超かわいいリアムちゃん、みんな見てこれ。すげえ顔してるリアムちゃん。アイドルとしてこれでいいのかっていう顔してるね。かわいい。アイドルとしてやっちゃいけない顔してんな。でもさ、
大好き侍ズ推し特訓後がアイドルあ、おたげしてるおたげしてる。リアルも今年の総選挙もいいとこ行く。あーかもね。やっぱキャラ立ってるよね、リアムちゃん。おたげしてるわ、かわいい、めっちゃいいね。でもさ、こんなエロい格好してる子がさ、地下アイドルのさ、何、地下アイドルのライブとかにいたらさ、こっちばっか見ちゃうよね多分。政治上とか最前線でおたげするおたげの鏡、それな。正直こんなエロい格好してる女の子がいたら、モモランス結構やってきたけど、こんなイラストアイドルなのにこんな顔してるのなかなかないよね。これどんな服着てんの中、これ格好やばいよね多分。これ白のワンピースっていうか、え、どうなってんの。わざとぶつかり行くよね絶対ね。絶対いい匂いするんじゃん、リアムちゃんなんて顔、鼻水も出ちゃってんじゃんだっておもろい、リアムちゃんいいな。やっぱリアムちゃんいいわ、リアムちゃん好き。おたげしてるし、リアムちゃんやっぱいいな、かわいいわ。サダイさんと同じ、本当にな、ボディコンだよねこれね。リアムちゃんかわいいわ、いいわ、めっちゃ。これ好きなアイドルが解散してる。あ、そうなの。あ、ほんとだ、これ後ろに卒業ライブって書いてあるわ。そういうことか、好きなアイドルが卒業するからずっと推してるよ、大好き侍だよ、で号泣してんだかわいいなリアムちゃん、いいわリアムちゃん、好きだわやっぱり。俺の卒業配信も泣いたけど、本当に俺もしかしたら今日がその日かもしれない、みんな。卒業は今日かもしれない、みんな。ちょっと、許してくれ。もしかしたら、卒業今日かもしれない。許してくれ。コンコルド効果、何コンコルド効果って。はあ、疲れた。もうだってやばいね、プリコネでうずきここまでやったからみたいな。へえ、生き残れ胸が。よく考えればリアム実装で全事務所に泥型がいることになった。ああそっか、もうだってまださ、引っかしゃほぼ、まあ、うずきちゃん出てないけど、やばいな。大好き侍ってワード好き、わかる。一回疲れるからキリタンに読んでもらおう。ああ疲れた、マジで衝撃が多すぎる。まあしゃ、あの相対的にデレステが一番まとも、一番我慢できる。俺さ、普段だったら正直デレステ引いてんだけど、他の衝撃がでかすぎて俺デレステ我慢できるかもしんない。コンコルド効果はここまで、ソシャゲにお金とか時間とか費やした、イカ略。なるほどね、時間差で来たるぞ。俺絶対チャマとか普段だったら引きたいんだけど、俺今日我慢できるかもしんない、他がヤバすぎて。他がヤバすぎて多分我慢できるわ。キリタンお帰り。ただいま。今回、まあ、もしかしたらだってあれもあるしな、限定もあるから、俺我慢できるわ多分。水サレンは、水サレンはもうスルーした。妻いた引けたら我慢できなくなるのか。まあ、それはある。他で引けたんだから。ガーゼガーゼ聞く、ガーゼガーゼ聞いた。デレフェスはロギだからスルーする。
今回のプリコネガチャが実質川口のデレステみたいなもんやな。いやほんとそれ。シャニはコミュが気になりすぎて。いやマジそれな。ちょっとシャニはガシャ弾ければいいけど弾けなかったらあのしっかりやるトゥルーとか見つつやりたいね。今日の夜にでも。いやでも今日の夜はちょっとあの YouTube もやりたいからな。夜中だな。あでも今日今眠いんだ俺。どうしよう。うわ寝るタイミングな。YouTube やりたいしな。どうしようかな。あーもうダメだ。ちょっと今日休むか YouTube。そんな場合じゃねえかもしれない。今日 YouTube やってる場合じゃないかもしれない。でも YouTube もやりたいな。スマブラやらないと忘れちゃう。ああ YouTube もやりたい。また川口と一緒にシャニコミュみたいな。見たいよな。で今回のコミュはマジで早く見たいな。ここで爆死したら寝るに寝れんでしょ。いやもう寝るしかなくなるかもしれない。もしかしたら。ほら行くわよ。初詣に行くわよ。サクッと当てて気持ちよく寝ようや。マジやばい。どうしよう。本当やばい。ちょっとみんな本買ってくんね。俺の。目をつぶって寝れないよ。俺の本買ってくんね。ブースで。友人から借金まであるかもしれない。みんな俺の本買ってくれブースで。そろそろあの現れそう。あの詐欺というか嘘購入がそろそろあるかもしれん。俺がガシャにもだえてるとね毎回現れる嘘購入がいるんだけど。毎回現れる嘘購入がそろそろ現れるかもしれん。恒例の。多額のブーストを。悪質すぎる。これで課金しろよって言って多額のブーストをしてくれるんだけど、あのお金払わないまま終わるっていう。カマザン用のガチャ引かせる。マジやべえ。ちょっとマジ悩むわ。どうしよう本当に。スパチャとかもらえないのか。もらえないね。俺毎回やられてんのか。毎回やられてるね。それ犯人最後だろ。毎回やられてる。で俺の配信を見てくれてる人ってのは確か。はあ、疲れた。疲れためっちゃ。情報の洪水。ああもうやばいな。全部引けなくて勢いでデレステ引くの期待してる。お疲れ。どうしよう本当に。やばい。全部引けるほどのジュエル持ってないのがマジで最悪。マジで。川口近所に住んでたら現金持って買いに行くのに。ユタあれから買ってくれブースから。水され中途半端に引かなければ悪いわ。それな。マジ水され早めに諦めるべきだったわ。全ゲームのジュエル集めて一戦場かな。どっかでね。どっかに集約してな。終わりだわ。私のおかげで勝てましたね。ある分で引けば問題ない。まあね。まだわかんないから。関ちゃん中途半端に引かなければ悪いわ。それはまあある。うずきクラバトで使いたくないか。クソ使いて。うずきいきりして。そばにいるから。うずきいきりしてよ。ああ終わった。終わったわ。マジで終わった。水サレン150連、うずき150連が一番浅いぞ気をつけろ。うずきは強いの。うずき多分そんな強くねえんじゃない。なんら強くないと思うよ。ただやばい。欲しい。欲しいだけ。俺がただただ欲しいだけだから。終わり。
何か敷いたみたいな感じらしい。あーもうダメだ。なんか宇月敷いたみたいな TP 回復してくるって聞いたんだけど。ホーム画面に設定してよ。ホーム画面に設定して、マジでやべえ、どうしよう、本当にどうしよう。水死で食らない1。マジでどうしよう、やばい。見てみたら TP98 回復とかだったよ。どうなのそれって TP98 回復はどういうもんなの。あー終わった、終わったな。終わってんだよな。350くらい回復してた気がする。TP 上昇がどの程度の効果なのかわからん。目としては小さいけど頻度にもよるかな。あー頻度ね。どうしようマジで。まあ引いてないからまだ迷う必要すらないんだよね。引いてないから無理に迷わなくてもいいと思う。お金持ちさんが2000ポイント広告しました。これあげます。わら、広告はニコニコに行くだけなんだよな。先に沼抜けるね。引いたのもしかして。マジで引いた報告ほどいらねえもんねえからよ。開幕の1回しか発動しないけど、うずきはどうなんだろう。マジであれな、あの引いた報告マジいらねえから、自慢にしかならねえからな。言っとくけど、ふざけるなよ。引いた方、人の引いた報告ほどいらねえもんねえから、よろしく。俺の激励に触れるから。ツイートでもしてる。本当だよ。夏のポイントアザスガブル。ツイートしとけ。BAN もありうるぞ。ここでコメントする必要ねえから。炎上報告はいつもよりガチトーンで草。天井はまあしゃあない。やばい、全員除名される。あ、広告してくれた。天井報告は許してあげて。まあな、天井はな。でも天井報告だとしても、あのちゃんと証拠、証拠を提出しないと。昔うずき2枚引きした人 BAN されたの覚えてる。証拠を提出しなきゃダメです、それに関しても。本当に許されないよ、今日に関しては。今日に関しては本当に許されないので、よろしくお願いします。天井報告する際は書類を提出していただいて、天井した証拠と使ったジュエル分。つまりイカラスなら今がチャンス。今日の川口は本気だ。それの証拠をスクショして、DM に送ってください。そうしたら、そうです。他人の引きを祝えないやつにうずきは来ないぞ。まあまあまあ違う、祝う祝わないじゃないから、これに関してはいらないよねって話してるだけだな。それはいらないよね。天井は全部武将でも許されますか。まあそれはしゃあない。貯めてるやつが偉い。帰っておせち食べましょう。必要ないことをしてる自覚を持ってほしいっていう。俺はみんなに大人になってほしいから、一つ成長してもらいたいための。これは他人の引いた報告聞いたところで引ける確率が上がるわけでもない。そうだからよ。ほら行くわよ。いらないです、それに関しては。うんこしてきたっていらないでしょ。俺がちょっと今うんこしてきたわ、そのくらい笑ってスルーして、おなら出たわっていう報告みんないらないでしょ。それと一緒だから、人が嫌がることはしないと。そうそう、俺が今おならしたときにおなら出たわって言ったら、お前そんな報告はいらない言うでしょ。それと一緒です。よろしくお願いします。きてえマジで。まあでも幸いうずきちゃんの期間長いから、ワンチャンあの単発バイトして、ちょっと今日から1週間ぐらいあの単発バイトぶっ通しでやるわ。どう？1日1万円広告いっぱいしてくれるように願うわ。じゃあ日雇い、日雇いな。ほら行くわよ。めっちゃ広告してくれてありがとう。毎日頑張って、毎日バイトするわ。ガチャのために働く男。
その紙で雇ってくれるのか。無理かな、日雇いのなんか適当な。あやって銀座の性能今見たんだけどなんか微妙。微妙かい。ついに川口が働く時が。マジおしめだわ、マジおしまい。どうしよう、どうしよう。え、待って、アマナガシャが弾ける10連パッケージが、トレーニングチケットがついてくる。お、トレーニングチケットがついてくるだけだけど、もし課金するんだったらこれも買った方がいいな。課金する可能性があるんだったらこれは買った方がいい。おお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 、お得お得。で別にゴールドトレーニングチケットっていらねえよな。それ天井回数に加算されないやつでしょ。え、マジでケチン、ケチンポコが過ぎない。シャニマス高山、高山多い、高山。この魔物私たちを狙ってるみたい。高山わからないですけど、木村、の邪魔はさせません。高山ちょうどいいかもね。シマム、シブリン、行くよ。シャニマス課金させるのマジで下手よね。天井回数に加算されないとかあるんか。クソ弱え。あー、うずき欲しい、うずき欲しい。あー見て、ここすごい、デルステっぽい。ここのウィンの表記めっちゃデルステっぽくない。お金持ちさん、これあげます、ありがとうございます。綺麗。キラキラの一番星、ここ感動した。あ、かわいい。1位だ、やった、いくぞ。チャンネル登録よろしくお願いします。デレステにプリコネが来るのはいつかな。倒せたんでしょうか。どうした、やっぱお迎えするなら1位じゃないとな。1位じゃねえとよ。キング、ホンダで我慢しないか。プリンスが、プリンセスが来るところはキングの横ではないといけないと、そういうことやな。王の横にしかプリンセスは来ねえだろ、そういうことだ。なんかこの辺り嫌な感じだね。嫌な感じする。同じ街とは思えないくらいに雰囲気が変わりましたね。ほう、ちょっと怖いな。大丈夫だよ、俺が一緒にいるよ。ギュッキモい。油断しないようにね。オッケー、任せてくれ。油断なんてしねえよ、任せてくれ。あー欲しいなー、マジで欲しいなー、全部欲しい。よし、ギュッ。くそー、ああ、ああ、いえ、ああ、あと13日もあるから。これ夢かな、いつの間に放送してたんだ。これ夢かもしんねえ。いえつ、いえ、いえ、これ夢かな。寝たらもしかしたら全部ないんじゃない。全然関係ないキャラばっかりが出るんじゃない、これ寝て起きたら。夢かもしんねえ。そうだよ、そういうことでは。全部ないって、石がないって意味だよな。お、お、おい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 、お腹がぐりぐりなってるよ。回転に来てんのかもな。クソほど腹減ったよ。お昼ご飯食べてないよ今日。まだ全力を出します。ちゃんとスペシャルやって石回収しとけよ。そうだね。じゃどれからやるよ。無料ガチャって今日で終わりだったんだな。そうらしいね。どれからやろっか。
やべえなマジで。ミリスタから行こう。美食殿の皆さんが声。マジでやばい。ミリスタ？何がいいんだ。わからん。とりあえずプリコネ一回使い切るわ。プリコネ一旦使い切る。お腹めっちゃ鳴ってる。島村引けたらこれからのガチャ全部爆死してもいいくらいのサトシ。いや全然その気持ちだよ。すでにその気持ち。ベリは回ったけ。今日のアーカイブは伝説に残るな。やばいよマジで。行かれちゃってんもん。行かれちゃってる。主様、今回の予算はどのくらいなんや。ノットゼロ。なしです。予算はなしです。課金はできません。おじさんの振り込めがちゃぶっ壊れてるからな。課金はできません。マジで W。課金はゼロです。これ全部クリアして修練回せるの。うん、待って。明日からは日雇い労働川口。いやほんとそれよ。ほんとそれ。終わり。イベントやりが10連はできる。一応貼っとくな。全員1から優勝で回して天井になったとして30万いかないくらい。怒り役。まあまあまあ余裕だね。それがあったら、それがあったら余裕だわ。俺やっぱ金持ちだし。2000億万円ぐらい持ってっから俺。1週間くらいで30万稼げるバイト。ベーリング会行くかい。ガチャを回したい。ベーリング会。ベーリング界行くか。カニ光線乗るか。カニ光線乗ろうかな。カニ光線乗りゃいいかな。あ、すんげえお腹ギョロギョロ鳴ってるわ。怖い本職のおっさんに海に突き落とされそう。よし、とりあえずカード全部回っとくか。今武漢で消毒するバイト日給30万らしい。マジで行くべ武漢。一緒。一日ぐらいだったらギリセーフっしょ。1日ぐらいだったらなんとかなる。いいとこあったね。うん、ぴったりじゃん。それでめっちゃためね。W 金。それでなんか500万ぐらいためね。今後のガシャのために。日給30万なら正直コロナかかってもいいわな。原発のバイトよりは安全だな。そうだよね。コロナかかっても別に辛いぐらい。先に手を出してきたのはそっちじゃん。引いてくれてないみたいですよ、ミオちゃん。かわいい。止めなくちゃ。止めよう。
そして戦わないニュージェネレーションです。日給30万で福島より割いいな。でベリハも殴って、ベリハ一撃で死ぬかな、倒せるかな。かわいい。しかも潜伏期間3週間でしょ。そうか、かかるまで630万なら稼げるぞ。イカリア君完璧だね。1年遊んで暮らせんじゃん。歯応えがある方が面白いし、私としては大歓迎。おシブリンのそのやる気を私たちにも分けてほしい。ストイックシブリン、これ倒せるかな。あ、倒せそう。死ななきゃ倒せそう。やっぱ水キャルとか欲しいね。あーマジやばいな、マジやばい。マジやばいわ、マジやばいしか言えないぐらいやばいわ。シブリンの後水キャル来るやろな。マジやばいわ。コスモブルフラッシュ強っ。キュイヤバースト強っ。とりあえずベリハまでは殴ったと、まあ、SP はとりあえず。めっちゃデルステっぽい。ここすごい。ウィンでもタコさん、シャミならスナイパーライフルかき集めれば天井いけそう。いけるかな、まあ、シャミは今日のアーカイブ保管庫に上がるの楽しみにしとくわ。保管庫いっぱいあげねえと。やばい、もう疲れた。危なかった。手強かったらしい。男女 EX さん攻略お願いします。それはまだいいです。ボス強いの。こちらから。はいはいはい。アイドルオーディションってどれくらいの報酬がもらえますよ。チェックしてみてください。これでジュエルいくつもらえる。660。いいね。クランランキング見て冷静になろう。いやすごいよクランランキングマジで。え、7000もジュエルがすげえ、めっちゃ増えた。ラッキー。いいね。もうホンダとウズキしかいなくなったクランが。最悪だ。バコ、こんにちは。スペシャルモード1ぐらいだったらいけそうじゃん。いけるかな。抜けないか。抜けようかな。くさ、まずい。抜けんのあり。本当にこれプリコネか。ガチャしないの。しよう。煽っていく。いきます。とりあえず30連黒いと煽り食らうの。くさ、30連ぐらいでいける。討伐書を集めればもう10連分いけるな。40連ぐらいいけんな。おおおお、いきます。引けばいいだけの話だ。いきます。生ハム。うおお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 おた5 6 7。よしミンゴス、おー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 、連れてきてくれ。おめ頼む、おー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 、頼む。お行くぞ。ブンブンブン。にも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 に勝ったな。ガハハ。キビダン切るわ。
はぁ、モニ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 、いきます、まだある、いきます、頼むぞ本田、アイドルやめるなんて言わないでくれ、シマムーが待ってるぞ、じゃあ間違えた、シマム本田が待ってるぞ、生ハムメロン、キラ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 、おめでとうございます、キラ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 、シマ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 、ニシ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 ニみんな見てくれ、不吉だ不吉だ、残りジュエルが、4444になっちまった、不吉だ、あー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 あああああああ、ハムメロン、キラ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 、うずきしが、そういうことか、おめでとうございます、ニシ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 ドナルド、ドナルド、おひょ、どうしたんだいドナルド、あひょ、よし、やんぞ、やんぞ、ももこ、ももこ来てくれ、ももこ行くぞ、行くぞ、ももこ、ももこは来てくれるよな、俺知ってるぞ、ももこ、その笑顔を俺に見せてくれることを俺は知ってる、ありがとうももこ、この笑顔を二人で、俺だけの笑顔にしてくれ、行くぞ、シール、この指にシールを詰め込んで、ももこシールパキンターン、はっ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 ももこ、もしかしてももこが来てくれるんですか、これはこれは もしかしたらももこが来てくれるのかもしれません、頼むももこ、ももこ頼む、ももこ、ももこ、ももこ、あー、まつりちゃん、ほほ、ももこ、ももこ、ももこ、もも、ももこ、ももこ、いくぞ、ももこ、いくぞ、ももこ、もも、ももこ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 、チャージゴー、うん、ももこだー。
ね、いつも本当に桜花来てくれんだよ。桜花はいつも来てくれんだよな。しみるわ、しみるわ、桃子しみるわ。バーかわいいな本当に。あ、目合わせられない、ごめん桃子、俺ちょっと目合わせられない桃子に今。これなら遊園地のマスコット役もバッチリだ。バッチリバッチリバッチリ。俺今もう桃子のこと見れないもん。桃子のこと見れない今俺。あー桃子のこと見れないよ今俺。あー目合わせられねえ、目合わせらんねえわ、かわいすぎて桃子が。あーダメだ、もうかわいすぎ、大好きだ桃子のこと俺は。あーいくちゃん2人も来てくれた、ウィニングいくちゃんありがとう、本当にありがとう。ウィニングいくちゃん神、本当に神、桃子本当にありがとう、もう大好きだ、うわ幸せ。プリグヌ売るわ、プリグヌ売ろう、プリグヌ売るわ。噛みすぎ、見よ、え、ちょっと待って、やることが一つある。よーし、桃子、よっしゃ、えい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 、はい桃子、あざっす、レッスンおしまい、最高っす、桃子桃子、あ手震えてる、手震えてる、やばい、めっちゃ手震えてる、めっちゃ手震えてる、やばい、待って待って、桃子は、桃子は、桃子は、マジ嬉しい、桃子は、やばい、やっぱそうだ、限定桃子担当で来てくれたのレアよ、やっぱ桃子だわ、桃子本当に、桃子本当に嬉しい、本当にありがとう桃子、マジで好き、桃子のこと俺。あいや、やば、ちょっと見よう、みんな見て、お願いだからみんなも黙ってみよう、もう静かに見よう、何も言わないよ俺。はっ、尻尾ついてる、かわいい、桃子って結構青い衣装多いよね、青かな、これ青じゃない、見て、スススかわいい、あ水色青いよね、だってあれもなんだっけ、チアガールの時も青だったよね、桃子かわいいよ、桃子がかわいい、猫耳が似合うんだもん、猫耳が、ダメだよ猫耳なんて、こ今の振り付けのとこ超かわいい、コロコロんとこ超かわいくない、はぁ、お前の中でお前の見てる桃子が正解、そういうことか、あーマジかわいい、ダメだ、あーダメだ、あーアナザーションを見る、あアニマルステーションいいね、アニマルステーションで見ようか、アニマルステーションで見よう、
強くなるよ俺も、強くなる。俺も強くなるよ。あああ、俺も強くなるよ。桃子、水木桃子やられたようだな。アマナ、やつらは四天王の中でも最弱。ミキシオ2枚抜きで殺しやろうと思ったけど、これは心から祝福できる。え、あ、待って、ハートになってる。うわ、ピンクだ。うわー、なにこれ、あれハートだった、違うよね。うわ、ナザーもいいわ。うわー、かわかわ、やば、いや、ピンクも似合うんだ、桃子は。ピンクも似合うんだね。うわ、こっちのがいいかもな、アナザーのが。のがいいっていうわけじゃないけど、個人的にこっちのが好みかもしれない。自主続き。プリコで引退しよっかな、やんなくていいかも、あんなゲーム。ほらねとは、あーかわいい、最高だ、ありがとう桃子、レッツゴー。やめていいよなプリコだな、あ、ダメだあのゲームは、出ねえもんだって。あー、ほんと桃子いい子、桃子ほんといい子だわ、指先が黒い。カンストして1200万だわ、要するに売るよ。パオーン、ワンワン、え、かわいい、はい、あっ、あっ、ちょっと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 待って、あっ、ちょっとむずい、あっ、かわいい、スクショしとこう。Say hello, say hello, say hello, say hello。 このゲーム引き終わったわ。もう最高だわ。本当にいいわ。これやっぱミリしたよ。みんな。時代はミリした。時代はミリした。最高。ありがとう、マジで。おおおおおお。よし。行くか。もう一発。もう一発、おっきな花火を上げてやろうじゃねえかよ。今ので終わりだと思ったら大間違いだぞ。アイドルマスター、シャイニーカラーズ。アマナは来てくれるはず。アマテンは、これどっちも欲しいんだから、ちょっと能力見よっか。俺、かっこよ。お散歩サンライト。メンタルが多いほど、え、メンタル 30% 回復って強くない？染め直すか、トレンチコートとか着ちゃおうかな、俺もトレンチコートとか。何、待って、ちょっと待って、思い出アピールの名前がちょっとなんかやばい、思い出アピールの名前がなんかやばい、何それ、あまなあ、どういうこと、アマナどういうこと、
このアマちゃん大人っぽいよね。結構アマちゃんこういうなんてこういう格好するよね。よくなんて言うんだろう、なんて言うのこういうの、こういう格好、ジャンルは分かんないけど。だってこれさ、さっき動画見たけどさ、あの手つなごうとしてたぜ。ちょっと当てるしかない。天下ちゃんは見果てぬ先のアバロン。あくそかわいい、なにこれ。なにこれ、かわいすぎておえつ出たわ。かわいすぎておえつ出ちゃった。 2.5 倍。スキルはリカバー、ユニットマスタリー10、マスタリーメンタル、あーメンタル強いな。ビジュアルマスタリー SP、 うわーいいな、悪くない。いきましょう、いきましょう。アマノの SSR デート新婚と順調に、もうそろそろやらかしちゃうんじゃないのプロデューサー、俺とアマナちゃん。いきます、いきます。サニーとこの数字は高い。あ、本当。いくぜ、まず一発目、アマナちゃん頼むぞ。アマナちゃん、アマナー、フェアムスミってもしかしてサンキューってこと。アマナ、いけ！アマナ天下、アマナ天下、大崎、大崎姉妹、激おもろード、ぐる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 、大崎姉妹、大崎姉妹、大崎姉妹、あっ！今怪しくなかったか？アマナちゃんまさか自分自身のドッペルゲンガーを連れてきてくれるということか？もしかして？なんでだよ。ご覧なさい、これが大人の魅力という。ちゃうねー、ちゃうねー、持ってんねー、それは持ってんねー。まあ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 、いい、いい出だし、開幕は悪くない。あとついでにアイラブドールの天下ちゃんも欲しい。お願いします。ついでとかはいいや、でも。アマナちゃんと天下ちゃんさえ来てくれれば。いきます。サイ！サイ！はい！はい、虹色！まあ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 。はい、オモロード来いよ。激オモロード。ぐる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 。まあ、一瞬。まあまあまあ。まあまあ、今の違うね。やばい。違うな、やばい、やばいな、あ、やったな、やってんな、あ、やってるわ、やってるわ。まあまあまあ20連じゃそう出ませんわ。大丈夫大丈夫大丈夫、今動揺した、動揺して2連打しちゃった。いける、いきます、いけるいける、まだ全然あるから大丈夫、いきます。大崎、天下ちゃん、アマちゃん、来てくれ。やばい、アマちゃん、天下ちゃん、お、いい流れ、いい流れ、大崎、アマナ、大崎、お、アルストロメリア、これはまさか、何か。あれおかしいな、流れあったんだけどな、今アルストロメリアの流れ今来てたんだけどな。いやでも今近づいてる、完全にアルストロメリアに一歩一歩足を寄せていってる、踏み入れてる今俺アルストロメリア。近い、いける、近づいてる、大丈夫、引ける、俺なら引ける、頼む、アマナちゃん、お願い、来てくれ、アルストロメリア、アマナちゃん、チョコちゃん、アマナちゃんを連れてきてくれ、あ
マジやばい。え、SSR も出ない。え、 SSR が最初の1枚以降行方不明なんだけど。え、マジでやばい。最初の1枚以降 SSR が行方不明だ。これまずい。まあまあまだ40連だから大丈夫。メインゲーム登録してあるから大丈夫、いける。頼む、くれ、お願い、お願い。なんでちゃうね。なんでマノちゃん、ダブルマノ、ダブルマノ、双子マノ、双子マノちゃうやろ。そういうんじゃないんだって今は。双子マノはいらないんだよ。いらなくはないよ、いらなくはないけど、そういうんじゃないって。ダブルマノは今じゃないんだ。今ここは天下ちゃんと天菜ちゃんでダブル大崎で来るべき場所だったんだってな。そういうことだろ。まだいける。でも大丈夫大丈夫、収束する確率は。シャニマスはメインゲー登録してるから大丈夫大丈夫。シャニマスはメインゲー登録してるから大丈夫なはずなんだけど、大丈夫なはずなんだけど。くぅ、やばい、やばい。これ弾けなかったらマジ死ぬよ。4コマも書いたんだよ。頼む、マジ頼む、マジ頼む。うん、弾ける、大丈夫、弾ける、絶対弾ける、絶対弾ける。いいよ、いいよ、絶対弾ける。アルスト少なかった、アルスむしろ多いよ。やばい、やばい。あといくつ、まだでも大丈夫、あと多分結構できる。いきます。い急に来るから案外。アマナーナー、アマナー、あ、アマナちゃん、お願い、連れてきて、天下アマナ連れてきてくれ、頼む。やばい、やめてくれ、やめてくれ。放課後スノーガールズ何枚出んねん、放課後スノーガールズ何枚出れば気が済むんだい。一回出入り挟もう。オッケー、ナイス、よくやった。静かにワクワクして、一回出入り挟もう。プロデューサーさん、行ってきます。大丈夫、慌てますから。今のは危なかったから、つかりかけてた。沼にはまりかけてた。今危なかった、ギリギリ。あ、ピンチでこそ、いいこと言った、アマナちゃん。ピンチでこそ本当に輝ける。この意味をわかるか、この意味を知ってるか、みんな。ピンチでこそ本当に輝けるんだ。行くぞ、行ってきます。大丈夫、ピンチなのはわかっているが、しかしその時こそ本当に輝けるってことを教えてくれた天菜ちゃんが。いや、マウス見失った、まずい。うずきはこっち行きたくないような、引きしやる。そうだな、行くぜ。絶対引く、絶対引く。
絶対弾く。俺なら弾ける。違う、間違えた。みんながプロデューサー絶対弾くぞ。あ、ウィークリー今日で終わりなんだ。ちょっとやっとかないとな。よし、これで多分あと、ん？足りない。これで40連できる。あと、よし、いきます、いきます。いくぞ。来たね、入った。今のは、あま、天下ちゃん、あまの連れてきてくれ。天下ちゃん、天下ちゃん、天下ちゃん。頼むぞ。お、今の、今の悪くないぞ。悪くなかった。ちゃ、ふん、ふんで、だからそのカホカホはなんなん。あ、持ってねえ。お、今日のステージはプロデューサーさんと一緒です。あ、持ってない。やった。あり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 。持ってない。よし、サンキュー。6000ジュエルゲット。全然あり。持ってない持ってない。よしよしよし。ナイス。ありがとう。バブルバスターの方は持ってなかった。ありがとう。大好き、アホちゃん。ナイス。カホちゃん多いな。なるほどね。アマナ、いいね。アマの流れ来てるね。アマの流れ来てるよ。カホちゃんとアマの流れがすごい。カホちゃん3人も来た。まあ大丈夫。あと20連ある。いきます。石扱いはしてない。嬉しい。誰が出た？結構出たけど狙いは出ない。頼むぞ、マジ頼む、お願いだ、お願いだよ。うわー、マジか。うわ、やば、あー、やばい、やばすぎる。カホとマノと夏葉が出た。すり抜けが激しいですね。いきます、いきます、ラスト。あまな、来てくれ、あまな来てくれた、違う、連れてきてくれ、チュークさん連れてきてくれ。あー、にゃんにゃん、あー、やばい、あー、やばい、あ、終わった。終わったわ。終わった。終わりました。ヒーローだって特訓して強くなっていくんです。ヒーローを見て。さらに引き出して。やってない子っていましたっけ？やってない子って一人、Cショーはやったもんな。あ、ジュリちゃんは、あ、やってない、えらい。二人、みんながプロデューサーさん、二人、二人だな。あ、コラボフェスのまみみもか、そっかそっかそっか。この辺りもやってないんじゃないか。やってない。いけるいけるいける。大丈夫大丈夫。天井いける。
これもやりたいんじゃない多分。やりたいな、よし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 。これもやりたいんじゃない最悪。よし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 。全然いける。リンザやった全部。全然ある、全然ある。これやった？これもやってない。よしよし、メイちゃんもやってない。いいよ。これやったくない？やってない。よし、いいよ。これやってある。よしよしよし、全然ある。全然あるわ。いけるいける。これやってるか。これもこの間やったよな。やってるわ。いや、怪しいな。いや、やる気あるよ、やる。全然ある。この数やる気ある。なぜかっていうと、アマナちゃんだから。俺がどれだけアマナちゃんのことを好きかみんな知らないと思うけど、アマナちゃんのためだったら俺は全人生をかけてもいい。ああ、これ。かわいい。今日はエロモンシャニー。あと、まあ、プリコネは、いいや、引退しよう。プリコネはとりあえず引退。よし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 。いいぞ。あり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 。まだ全然ある。これやったっけ？やってるか。あとはもうやってないのないかな。全部やったもんな。PSSR はもう全部やってるもんな。水見のカメラやった。やってる。クッキングキルコもやった。多分やってないのないね、他は。SSR は全部。ジュリちゃんとカホちゃん以外は。全部やってるもんね。やってる。バリウマカブルース。これやってなくね？やってるわ。あ、研修だ！神！プロデューサーさん。神！こんにちは！あったわ。隠してたわ。隠してた。オフレコか、メイちゃんか、迷うなー。今日のウィークリーと期間中のデイリーウィークリーやればいけそうだね。迷うわ。一回休憩。休憩するわみんな。ごめん。飯食う。飯食って寝る一回。ヒーローだって特訓して強くなっていくんです。飯食って寝る。ちょっとまた0時から。0時から。保管庫あげます。食べて寝ます。太っていいです。0時からまた再開。お疲れ様でした。あとアマナちゃん、俺できるできる、俺シャニマスのプロだから。アマナちゃんと天下ちゃんとうずき、まあ、あとはまあデレステは大丈夫、我慢できると思う。デレステじゃなくて、アマナちゃんと天下ちゃんとうずきはとりあえず引きたいです。よかったら、僕のブースにて、同人誌買ってください。よろしくお願いいたします。寝すぎて大丈夫です。寝起きます絶対。よかったら僕の同人誌買ってください。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。